そういうね企業の広報の話が仲間内で話題になったりして、どういうことですか？あの僕らこう取材すると企業広報を窓口にして最終的に記事を書くんですよね、はいはい、企業広報って今までこうバッとこう取材をして一番最後に企業の広報に大体確認のための取材をこう書けるわけですよ。すごいねダメな広報っているんですよ、こう取材してると。簡単に言うとダメな広報がいるっていうか、僕の感触だと企業取材をいろいろした中で、はいはい8割ぐらいがダメ、ダメ、ダメなんじゃないかと思うんですよ。そういうダメな広報がやっぱ多いから、例えばね PR 会社がその会社に入って広報代わりにありますよって言って、まあ儲かってるんですよね。でその PR 会社も実は大したことない。たまたまこの間あのちょっとある会合があって飯食った時にその PR 会社の人が一人入っててね、全然ねその取材のことを分かってない。つまりまあ広報も分かってないから PR 会社も分かってなくて、で例えばある企業がスキャンダルを起こした時にそれについて見解コメントを求めたりするじゃないですか。そしたらあのゲラを見せてくれって言ってくる広報ってたまにいるんですよ。でそのゲラ原稿を見せるはずがないじゃないですか、事前に発売前に。それをこう当然のように原稿を見せてくれるんですよねって、うん、平然という広報とかがいたり、うんうん、それも結構な確率でいるんですよね、うん、とかあとどのぐらいのこれはページ数でどういう扱いでやってくるんでしょうか、まあねうん、いう人もいるし、はい、基本的にそんなことをこっちからそのメディア側からね、はい、広報に教える必要はそもそもないし、うんうん、例えばそれが事件要素がある取材だったら、はいそんなの事前にお伺い立てて企業に報道するわけがないじゃないですか。でもそれ結構平然と言ってきたり、あるいはこう喧嘩越しに来たりね。PR 広報と危機管理広報は一緒にやってるから、PR 広報しかやったことないから、危機管理広報ができてないんですよね、全く。企業の不祥事があった時にどうするかっていうことを、はいはいはい、ノウハウが多分全くないですね。普通の広報としてのスキルも実はそんな高くない。ないんだと思うんですよ。その取材してすごい感じるんですけど、まあうん、めちゃくちゃ言いますね。いやでも本当にあのね結構あのイラッとくる時ないですか。そうですね。それは大手中小限らず。限らず限らず。あそうですか。うん。IT 系の企業で、まあ、スキャンダルを起こして、はいはい、で広報とこうやり取りしてたんですよね。はい、したらその3日後ぐらいに電話がかかってきて。はいもう何事もなかったかのように、うん、今度うちこういう製品出すんで、この間ありがとうございましたみたいな、まあなんか、まあ、ある意味たくましいけど、ね、それはそうですよね。まあまあたくましいですけど、ちょっと大丈夫かっていう人とかいる。週刊文春でそんなページねえよみたいな。結構びっくりする人って多いんですよね。うん、でも意外にそういうことも全然知られてないから、だからやっぱりそういう PR 会社とか広告代理店の、うん。まあいいね、うん、こうクライアントになってそこにお金払えば何とかしてくれるっていうまあビジネスが多分成立してんだと思うんですよ。電通に頼んどけば僕らがもう取材かけてもどうせあなたたちの金のためにやってると思いますけどみたいなことを言ってくる人もいるんですよ。うん、でもそんなこと言ったって何の得もないわけじゃないですか、お互いにとこっちはなんで上等じゃねえかってしか思わないからしそう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 圧をかけてきたところで、ね、結局その多分危機管理広報は落としどころを探る仕事にするべきなんですね、うんうんうん、でもそれをゼロにできると思ってるアホもいるんですよ。めちゃくちゃ言いますね。ゼロにはできるわけがないじゃないですか、はいはい、そういう危機管理広報がちゃんとしてる会社っていうのはあるんですか。ほぼいないんですけど、あんまりないですよね。あんまりないです。僕はすごい優秀だなと思った広報さんって一人実はいて、はい、それはまあメディアの人だったんですけど、メディア広報の人だったんですけど、はい、僕はある社長に、そのメディアの社長にですね、はい、インタビューを申し込もうと思ったんですね、はいはい、そしたらあの受けられませんと言われたんですよ、はい、で無理ですかって、いや受けられませんと言われて、はい、あしゃあないなと思うじゃないですか、はいはい、そしたらその広報が博士それでいいですかとか言われて、おいやよくないですじゃあ何時何分に社長はここにいるから、はい、直当たりという形で当ててくださいと、あだからオフィシャルに受けられないけど、はい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 、直接行かれたらしょうがないんでみたいな、あなるほど、その落としどころをちゃんと提示してくれるわけですよ。へで、あのそのメディアとしてはオフィシャルには受けられないんだけど、うんうん、直撃されてもしょうがないと言い訳ができると、でそういう落としどころを考えるって、うん、まあそういう記者出身だったら多分できるんですよね。そういうことな、うんうん、
ノーだったら悪く書かれる可能性も大きいわけじゃないですか、はいはいはい、でもちゃんと言い分を出すってことも大きな、ね、意味があるので、そういう、ね、落としどころを考えられるって結構優秀だと思うんですね、広報としては。前あのなんか日大かなんかの会見の時に、うん、ね、式っていう人が共同通信ね、そうですよね、だって記者出身なのに、なんであんな評判悪いんだろう、そう、でもたまにいるんですよそれ、あの記者だからいいってわけじゃなくて、記者でもそういうなんか例えばもうゴリゴリのね、企業と駆け引きしながら大きな記事を出した経験がない記者でも、うん、僕昔記者やってたんでって言って中途サイド入っちゃって、うん、で自分記者だからっていうのあるんですよ。だから大手テレビ局にいるあのいた記者がね、はい、ある企業の報告やったり今してて、はい、その人も本当にトンチンカンで本当に本当にメディア経験者なんですかって思うぐらい、あ、そんなことあります、そういうのあるんですよ。だけどやっぱり社内では、はい、あの人はもうね、テレビ出身だからってなってるわけですよ ね、そういうのあるよね。象徴的にはあの菅政権の時にね、はい、まあ、共同通信の記者が広報官というか、あの補佐官やってたじゃないですか、はいはいはい、でも全然広報うまくなかったじゃん菅政権って。そうでしたね、実は今はもうちゃんとやってたのにイメージだけが悪いという感じ。そうです、ね、最悪が広報ですね。そうそうそう、ただやっぱりそこはそのセンスにもよるんでしょうね、あの交渉がうまくできるって大事だよね。大事だね、そのでもかっこいいですね、赤石さんそれでいいんですかっていう、そう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 いうのにこうないんですか、うん、うちのそれでやってくださいなんかレクチャーのセミナーとかは何回か、ね、セミナーとか何回かやったりしてて、セミナーでこう、うん、講師としてこう喋、うん、ったりとか、そんなもん喋っても身につかないでしょ向こうには、まあ、だから身につかないですよねあんまりね、そうですね、ただなんかヒントにはなるかもしれないけれども、うん、やっぱりね、付け焼き場でちょっと1時間話聞いたからっていうのでいい候補になれるかっつったら、まあそうですね、なれないですね。どこまで真剣に聞いてるかも分かんないし、そうですね、前見たけどやっぱりその書こうとしてる問題をなんとなく全把握してそれを超える対応しなきゃいけないじゃないですか、それって結構難しいと思うんですね、かなり、シミュレーションちゃんとできる人がいるってのはなかなかないよね。企業広報コンサルやったらちょっと儲かるんじゃないかなって考えたんですよ今。じゃあ募集します。募集します確かにそうです。やっぱ候補にとって内向きの人が多いんですね、上司の顔色変えてから、そうそうそう基本的にはね、記事潰せと言われたら潰そうとして、そんな無理ですからって話になるわけじゃないですか、上司も説得しても記事出るのはしょうがないと、この線で抑えましたっていうプレゼンがうまくできる人が多分優秀だと思うんだよね。勝手にイメージですけど、まあ、小説とか漫画のイメージで、広報行く人がその後出世するために行くみたいなイメージは、偉い人が会社によるかもしれないですけどね、でも漫画の読みすぎですからね、漫画の読みすぎかもしれないですよね実態は企画室みたいなところなんか出世コースですね、でそこで多分障害やったりとか、あと総務ですよね、そこで多分企業の裏側を知って出世していくっていう、うん、そこを掴んで島工作ぐらい、